こんにちは。柔道グランドスラム東京のメインキャスターを務めます小泉幸太郎です。今日は柔道界でたった一人しかいないオリンピック3大会連続金メダルを取られた方とお会いできるというのですごい楽しみですし、今僕より3つ年上なんですね。36歳で現役選手ですし、お聞きしたいことたくさんあるのですごい楽しみです。ちょっとドキドキしますね。小泉幸太郎です。よろしくお願いします。お会いできて光栄です。戦うべき理由がある。アスリートの夢舞台、ロンドンオリンピック。彼らがその舞台を目指すのは己の栄誉のためではない。どうしてもたどり着かなければならない人知れぬ訳がある。金メダルをお母さんにかけてあげたいなっていうのは、あるものは母親の愛に報いるため、またあるものは亡き恩師のために。心を支えて今明かされる感動の物語。そして前人未到のオリンピック3連覇、頂点に立つ喜びと苦しさを知る男の夢舞台への思いとは。アスリート感動秘話、僕らがオリンピックを目指すわけ。3歳の頃から柔道を始められて、はい、おじい様が道場の館長をなさってて、はい、お父様天理高校の監督であって、はい、おじい様ミュンヘンオリンピックの金メダリストじゃないですか。そうですね。柔道を始めるきっかけっていうのが僕自然だったのかなと思ったんですよ。もう実家の横に道場ありましたし、はい、だから本当に遊び場として道場に行って道場で転がったりふざけ合ったり、もうそれがスタートですね。柔道を始められた頃っていうのは自分で強かったとかそういう気持ちありますか？全くないですね。弱かったですね。中学校に入った時に女子の選手に負けたこともあったし、はあ、それこそ本当に高校入る時ですね、うちの親父にもう無理して柔道せんでええぞって言われたんです。それぐらい弱かったんですよ。それも今思えば体も小さいし試合も勝たれへんし、はあ、弱いのに柔道一家に生まれたっていうだけで無理して柔道してるんじゃないかっていう親心だったのかなって今はそういうふうに思いますけど、はあ、やっぱ当時は思わなかったですね。はあ、寂しかったし悔しかったですよね。何かじゃ天理高校入ってからとか、あれ強くなったぞっていうきっかけとか体の感覚みたいなことっていうのは、うん、あるんですか？いやなかったです。なかったけど、もう試合では結果で出せなかったんですけど、はあ、まあ、練習の中でたまになんですけど自分よりも強い選手、自分の倍ぐらいあるような大きい選手を、はい、本当たまになんですけど背負い投げでバシーンって綺麗に投げれる瞬間ってあったんですよ、はい、練習の中で。だからそれが唯一の心の支えだったですね、はい、今は俺は試合には勝てないし弱いけど、この背負い投げっていうのを磨いていって、うんうん、磨き続けた時に俺は世界を代表するような選手になれるんじゃないかっていう、はい、うん、その未来の自分に対しての期待っていうのはすごい強かったですね、うん、もうそれだけしかなかったです。周りはやっぱ結果でしか見ないから、はい、ね、結果から見たら誰も期待もしてくれないし、うん、親ですら期待してもらえなかったけど、そうなったらもう自分が自分自身に期待するしかないし、うん、何か自分が期待できるものを探すしかないんですよね。それが自分にとって背負い投げだったんですよ。その時はオリンピックとか全然ですか？全然ですね。オリンピックに5回出場し2個の金メダルを含む5つのメダルを獲得、日本女子柔道界の女王として君臨した谷亮子。その谷亮子を2度にわたって破った選手がいる。女子48キロ級福見智子。彼女の柔道人生で欠かすことのできない母の存在。
効果のポイントはありません。女王谷亮子の後継者として世界の頂点を極めたその裏側には、病に倒れた母への思いがあった。やっぱり柔道を一生懸命頑張ることで、まあ、本当にお母さんが一番喜んでくれるので。福見智子、共に歩む母への恩返し。また真っ黒になって、もうすぐご飯だから洗ってらっしゃい。はーい。福見家の父親は智子が2歳の時交通事故で他界、以来母早苗は女手一つで3人の子供を育てていた。過ぎちゃダメよ。大丈夫。はい、お待たせ。体は小さいが活発な智子には何が向いているのか、そう考えていた1992年、一家揃ってバルセロナオリンピックを観戦、田村亮子を応援していた時だった。2分を過ぎています。内股、さあどうだ。一本勝ち。一本ですね。はい、すごいな。うん、すごい。見事な銀メダルでした。この田村、あんな小さな体でも世界で活躍できるのね。もしかして。頑張れ。いけいけいけ。そうよ、これよ。母のひらめきで智子は小学校2年生で柔道を始めた。中学生になると毎日3つの道場に通うほど柔道に没頭。小さな体を鍛え技を磨いていった。どうも、お疲れ様。はい、お弁当。ありがとう。はい、道場への送り迎えは母の担当。夕食を取るのは車の中。家へ帰り着くのはいつも夜の11時近くだった。そういえばさ、トモ、全てはトモ子のために。母は娘を支え続けた。そして試合があればできる限り会場へ足を運び娘を励ました。そんな母の目の前で智子をさらに柔道へのめり込ませる出来事が。試合中相手選手に締められ気絶、一本負けを喫してしまったのだ。どんなに稽古しても結果が出せない。勝ちたい一心の智子は。お母さ ん、 ん、ちょっと手伝ってほしいんだけど。え、新たにタイヤを引くトレーニングが日課に加わった。稽古が終わった夜11時、母の車が照らすヘッドライトを頼りに黙々と自分の体をいじめ抜いた。絶対に負けない、強くなるんだ。その努力が報われ、中学3年生の時全国大会で優勝。そして高校2年生で出場した全日本選抜体重別で柔道人生が大きく変わることとなる。対するは
女王田村亮子。当時日本人には12年間無敗だった女王から優勢勝ちを収めたのだ。無名の高校生がシドニーオリンピックの金メダリストを破るという大番狂わせ。この衝撃のニュースは大きく報じられ、智子の名前は一躍全国に知れ渡った。不動の女王に勝ったことで智子の生活は一変。自宅に、道場にと取材陣が殺到した。おい、あれ含みだぜ。あの田村亮子を破った選手という肩書き、注目と期待が高まれば高まるほどプレッシャーとなって跳ね返ってくる。その重圧に耐えきれなかった智子はスランプに陥った。私どうしちゃったんだろう。思い悩む娘の姿に母もまた心を痛めていた。私が柔道なんかやらせなかったらこんなに苦しまずに済んだのに。期待に応えようともがけばもがくほど理想とする柔道からかけ離れていく。智子は自分と向き合い、思いの丈をノートに書き綴った。そのノートには、当時の心情が記されている。自分の柔道を完全に見失った。己に勝てない。悩み苦しむ智子に、思いもよらぬ悲劇が。もしもし、え、どういうこと？